皆さん、明けましておめでとうございます。日頃は市政にご協力をいただき、深く感謝申し上げます。さて、昨年は、稲部総合学園の甲子園や、稲部市消防団の全国大会出場など、稲部の名を全国に発信できました。今年も様々な分野で、全国に誇れる街づくりを進めます。さて、 北西中学校と稲部中学校の学校給食は今年2学期からの開始を予定し笠間小学校のプールはこの夏から使用できるよう建設工事を進めています稲部東小学校の新校舎の建設も今年から始まるほか大安中学校の新校舎の設計にも着手しますまた子宮頸がん小児肺炎球菌皮膚ワクチンの予防接種の公費助成が始まるほか 乳幼児の医療費の無料化を6歳小学校就学前までから入院については15歳中学生までに拡大する予定です昨年から無料化しました福祉バスにつきましては全体の利用者が40%増加し公表をいただいていますしかし極端に利用者の少ないルートにつきましては4月から運行を見直す予定ですまた、ありがとうを 乗車券として利用いただくことは廃止し四月からは何も持たずに乗車できるよう改正いたしますしかしボランティア通貨としての割難当権は残しボランティア活動がさらに広がることを期待しています今年はうさぎ年市民の皆さんにとって飛躍の年となり幸多いことを心よりお祈り申し上げ新年の挨拶といたします今年もよろしくお願い申し上げます